はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ジーマと、グレナデンシロップを使った、以前言ったんですけど、グレナデンシロップ 60ml というね、大量に使う、ね、チャーリージーマというカクテルを作りたいと思います。うん。なんかすげえんだけど、この蓋。びちゃびちゃ。これやだな。なんとかならんのこれ。うん、まあいいや。とりあえず、まあ氷を入れたジョッキに。多分氷入れなくてもいいんだろうけどね。個人的になんとなく氷を入れときたい。ドロー。グレナデンシロップを 60ml 加え。あ、垂れた。うん。甘い。うわ、入れるな。めちゃくちゃ入るな。これ、あれだわ。これ、蓋自体これ洗った方がいい。あれだよね。普通のさ、スクリューキャップがいいよね、やっぱり。個人的に。そしてジーマを加えます。一瓶です。ジーマを一瓶加えてて入らねえじゃねえか。完璧に入らねえじゃねえか。氷入れない方がよかった。ああ！こぼれる。まあいいや、これで完成。残ったジーマはいただく。本当は一瓶入れたかったんだけど。多分ね、氷は入れなくていいんだ。うん。で、ちょっとこう、ステアして、個人的に。乾杯。色が綺麗ですね。うん。うん。ちょっと酸っぱいかな。うん。うん。甘い。ものすごく甘い。シロップですからね。そこの方にだいぶ溜まっとる。うん。甘い。ザクロ。まあ、グレナデンシロップはザクロなんですけど。甘い。とにかく甘い。プラス、まあ、ジーマ。ジーマ自体甘いからね。かなり甘いんでは。甘いんで、うん。
なんか、ジュースですね。うん。もはやジュース。ちなみにこの氷はですね、前にも言ったけど、自家製の、自家製っていうか、そこら辺で100円ぐらいで買ってきた2リットルの、なんだ、天然水を、冷凍庫で、凍らしたやつですね。これ確か、あれだわ。高度の高い水の、なんだっけな。いや、にしても甘い。これはちょっと甘いぞ。もう甘いの度を超えてる。参ったな。甘い。度を超えた甘さ。これは。甘い。もうなんか、ただの、ジュースじゃないか。コーラ以上に甘いぞ、これ。甘い。通常ジーマにはカットレモンやカットライムをボトルインさせてすっきり飲むスタイルが有名。しかしこれはグレナデンシロップを入れて味わう。しかも 60ml と有量。ザクロの香りが広がる。一味違う。ジーマを味わうことができる。一味違うもん。クソも。100味ぐらい違うじゃないか。全く違うぞ。甘すぎるぞ。さすがに。これは。甘い。もう、これ甘すぎるって。もう喉乾くわ、逆に。これは。オーガズム。男性が女性に飲ませてあげたいカクテル。名前の通り意味ありげなネーミング。甘くまろやかな味わいにバランスよく仕上がってる。すげえ名前だな、これ。バラライカ。あ、これ作れんじゃん。バラライカ。ウォッカとホワイトキュラソーとレモンジュースだって。
これ作れる？ダメ、これは。もう甘すぎ。しかも甘すぎの上にこの量だからね。この量だからね。いやー、参った、この甘さは。まあ甘さ自体はそこまで強くないけど、結局、量が量だからさ。とにかく、量が多いよね。うん。うん。XYZ。ラム。ああ、コアントローか。コアントロー売ってないよな。売ってないよな、じゃねえや。いや、高いんだよ。コアントローは。XYG。かっこいい。名前がかっこいい。ああ、やっと飲み終わった、これ。参ったよ。この甘さには。さすがに、ちょっと甘すぎるから、ちょっと、口直しだな。口直しが必要だ。なんか口直しの、あれがいいのないかな。いいのは、口直し。ろくなもんがない。ろくなもんがないので、ホワイトラムでも飲むか。バカルディのホワイトラム。ね。ラム、ソーダみたいな。作る。ソーダ水はいっぱいあるんだよ。炭酸水はめっちゃある。アマゾンで箱で買いましたからね。炭酸水は。この、爽やか炭酸水っていう。結構レビューが良かった。人気の水と二酸化炭素だけの炭酸水ですね。これでも飲むか。ラムソーダ。あ、うまい。ラムソーダって多分ないよね。おそらくね。うん。ああ。材料から選ぶ。サシスセソーダ。ソーダとラム。
ラム。ない。じゃあ、ホワイトラム。ない。じゃあ、ライトラム。な、いや、違うんだよ、これ。ライトラム。はい、ない。ということでね。まあ、いいでしょう。ああ。そうそう。いろいろ買ってきたんですけど、バカルディ、バカルディのラムのね、ダーク。っていうの買ってきたから、ダークで、ブラックか。あれはダークラムですね。まあ、ラムには、3種類色で、ね、勉強タイムですけど、ありまして、ホワイトラムとゴールドラムとダークラムっていうのがあって、大体の場合ダークラムはヘビーラムに分類され、味で、ライトラムとミディアムラムとヘビーラムっていうのがあるんですね。味で分類すると。ヘビーラムでググるとね、だから、風味が重いとかっていろいろ書いてあるんだけど、一体何がヘビーラムなのかっていうのが、いまいちよくわからない。うん。ね。まあ、例えばこのバカルディのホワイトは、何ラムなのかっていうのが結局何なのかがわからないんですよね。あくまでウィキペディアに載ってって、その、うん。ライトラムイコール何なのかとかっていうのが書いてない。ので、でね、ラム酒まとめサイト、ウィキっていうのがあるんですけど、ここにも載ってないんですよね。一応載ってるのが、ライトラムが有名なんだと、ロンリコホワイト。で、ミディアムラムが、ロンリコのゴールド。と、ロンリコの151。そして、ヘビーラムが、知らない。聞いたことないですね。うん。逆にこれ、ここのサイトにはなぜかバカルディがないという。ね。ホワイトにもゴールドにもダークにもどこにもない。意味がわからない。はい、とけ。ね。全くわからない。バカか。一応ここのラム酒まとめサイトウィキには、一番好きなラム投票とかがあるんですけど、ここにはロンサカパセンテナリオというラムが一番ですね。あとキャプテンモルガン。これ有名ですね。って売ってますけど。今度買おうかなと思うんですけど、キャプテンモルガンね。キャプテンモルガンの、いわゆるゴールドラムとダークラムがあるんですけど、どっちが、あれなんだろう。通常のあれかな。黄色いやつ、黄色っていうか、あれか。キャプテンモルガン。ゴールドラムかな。じゃあ、安価で手に入るのとすれば、
このキャプテンモルガンですかね。で、ここにも、投票にバカルディが全くないという。残念な。本当にこれラム酒まとめサイトなのかと。一番有名なバカルディ社がないっていうのが、ちょっと頭おかしいんじゃないかな。いうね。一応ラム酒で一番世界一売れてるのがバカルディ社の、このバカルディのラムなはずなんですが、おかしいな。あら。どういうことだ。わからないな。ロンカサパ。ロンサカパ、センテナリオってなんだこれ。世界最高峰のウルトラプレミアムラムだって。これはクソ高そうだ。もう1万円ぐらいしそうなんじゃないこれ。これはもう買わない。買わない。バカバカしい。あ、バカルディあった。バカルディスペリオールカッコホワイト。あ、見落としてた。投票数5だって。キャプテンモルガンが40。ロンサカッパが54。しかもマイヤーズが4か。そんなにキャプテンモルガンうまいのかな？うまいのかな？わかんないけど。今度キャプテンモルガン買ってみるか。キャプテンモルガンのね、やつ、俺が行く店だと、普通のゴールドラムと、あとなんかダークラムみたいなのが売ってたんだよな。うん。マイヤーズもダークラムなんだけどね。あ、キャプテンモルガンブラックある。これ1だって。1？ 投票1だって。はぁ。お前ゴールドラムがお前40も入ってるのに、キャプテンモルガンのブラック 1？ 本当かよ。ダークラムでしょ？マジかよ。そこまでやっぱゴールドラムの方がうまいって言い張る。値段がね、1400円か1300円で売ってます、これは。あの、どっちもね。ただ、キャプテンモルガンのオリジナル、まあ、ゴールドラムが35度。度数がね、35度です。ちょっと少ないね。ちょっと低いですけどね。キャプテンモルガンのシルバーは見たことないな。俺が行く際、ね、場所、酒屋はね、バカルディが主に売られてるんですけど、バカルディの151も売ってますね。151プルーフの75度ぐらいの、ものすごい度数高いやつ。もう売ってはいるんですが。あと、ロンリコ
のホワイトかな？うん。が売ってはいるんですよね。まあ、今度買ってみようかな。うん、キャプテンモルガン。ね。個人的にね、このバカルディのホワイトラムは非常に美味しいので、ロンリコと飲み比べをしてみたいんですよね。ロンリコのホワイト。うん。ロンリコのホワイトも飲んだことないから、まあ、あれなんですけど。まあ、美味しいっすよね。ん？あ。ん？あれなんか朝日のサイトにはあの、ラムの風味のライト、ミディアム、ヘビーではなく、ライト、ミディアム、ダークになってますね。色はちゃんとホワイトラム、ゴールドラム、ダークラムでいいんですけど。ということで、どういうことだこれ。間違ってないかこれ。それじゃあダークラムイコール全部、風味がダークってことなのかな。よくわからないですね、このサイト。ほんとかや。嘘くせ。バカルディ。バカルディのホワイトとゴールドは40度なんですけど、なぜかバカルディのブラックが 37.5 度なんですよね、これね。ちょっと度数が低い。キャプテンモルガンか。今度買うか。最近は。あ、マイヤーズのだ、あの、ホワイトラムもあるんだったな。これもね。マイヤーズのダークラムもめちゃくちゃうまいからな。うん。あ、リコベイっていう、あれもありますね。そういえばね。リコベイ。っていうホワイトとゴールドラム。そしてロンリコ。もあり。ロンリコは結構売ってますよね。どこでも。うん。結構メジャー。それよりかメジャーなのはバカルディか。って感じでしょうか。うん。まあそんなこんなですかね。うん。ということで、なんだっけ。なんとかジーマー。な、何ジーマーだっけ？シャーリージーマーだっけ？忘れた。まあ、いっか。そっ
ちらを評価していきますが、香り。2月。今日が2月の4日。これおすすめはしない。こんなおすすめし、するかこんなの。甘すぎて飲めたもんじゃないわ。飲めたもんじゃないわっていうか、こんなんいっぱい飲めるか。ね、コク3、甘み5、香り4、おすすめ1。甘すぎ。バカだれ。ということで、お疲れ様でした。